勘がいいわね。あなたよね、私たちの後をついて回ってるのは。目障りなやつだ。ここで始末してやる。こいつらも、こいつらが歴史を変えているやつらでしょうか。そうだ、こいつがずっと俺たちの邪魔をしているのか。そうみたいね、ミラ。せっかく私たちが面白くしてあげてるのに、がっかりだわ。でも、あなたがギニューと入れ替わっちゃったんだ。なかなか傑作だったわよ。これは、もう間違いないようですね。この二人が、今回の犯人です。余計なことをしてくるから、よほど腕に自信があるんだ。見せてみろ。こんなものか。期待外れだ。面白い。もう終わりだ。安心しろ。お前のエネルギーは俺が使ってやる。待って、ミラ。ねえ、あなたの後ろには誰がいるの？あなた一人で時間を超えて、私たちに立ち向かうなんて。できるわけ。そう。だんまりなの。まあいいわ。ミラ、もう少し放っておきましょう。いいでしょ。どうせあなたにとってはただの雑魚よ。今はまだ。ね。ふん。さあ、そろそろ次の時代へ行きましょう。もう少しだ。でも、私たちの邪魔をしたら、すぐに消えてもらうから。待ってください。今追うのは危険です。まずは戻ってきてください。お疲れ様でした。今回も見事な戦いぶりでしたよ。これで歴史も正しい流れに戻りました。ようやく見つかりましたね、歴史の改変を生み出している二人組が。トワとミラ、そう言っていましたね。あいつらはいろんな時代の戦士からエネルギーを奪っているようです。その影響で歴史が間違った方向に。あいつら一体何者なんでしょう。特に暗黒魔界の住人よ。あなたたちの時代より時の海王神様。トワは暗黒魔界の王ダーブラーの妹よ。そしてミラは、トワが作り出したあいつらは、様々な時代のエネルギーを奪うことで、暗黒魔界の封印が解けたら、どうなるんですか？世界中のバランスが崩れるわ。この世もあの世も、宇宙も無事には済まないでしょうよ。そんな、とんでもない奴らじゃないですか！いなくならないものね。悪人って。以前、時の巣を乗っ取って、時空を支配しようとした、とんでもない奴。この気配は、そんな、早すぎる。こんなにすぐ歴史のか、とにかく、様子を見てみましょう。